黒木啓司の妻の家族がすごすぎる。2021年12月に黒木啓司と宮崎麗華が結婚を報告し、妻の宮崎麗華が韓国ハーフである日本の政治家白新君の娘だとして話題になりました。白新君の父親が朝鮮日報日本支社の創設者で、白新君自身も朝鮮日報日本支社で社長を務め、2004年に菅直人に抜擢されて政界入りを果たしました。民主党、民進党、立憲民主党と長期にわたり政治家として活動してきましたが、2022年の参議院議員選挙で落選しています。宮崎麗華の祖父が韓国人で朝鮮日報日本支社の創設者ということで韓国との関連が生まれました。宮崎麗華は12歳まで清泉インターナショナルスクールに通い、その後アメリカテキサス州に移住し、高校生の時に日本に帰国して上智大学を卒業しました。上智大学在学中に芸能活動を開始し、祖父が朝鮮日報日本支社の創設者であり、父親が政治家の白新君というセレブタレントとして活動。現在は美容関連やコンサルティングなど複数の会社を経営する実業家、モデル、インフルエンサーとして活躍しています。